今回の動画で解説するのはブラックホワイトの徘徊乱数。注意点がいくつかあり、それを順守する難しさと、単純に運ゲー要素があるので面倒ですが、さらに修羅の道な色違い狙いと比べればまだマシです。徘徊乱数の中にも7番道路で初めて出現するときと、一度倒して殿堂入りで復活するときの2つがあるのですが、後者の方は個体値を合わせるのが非常に困難なので前者を紹介します。一応霊獣フォルムで使うなら今後紹介する AR サーチャーの方が良いかもしれません。というわけでまずは初期シード検索。分類は固定の中の徘徊、個体値などの指定はいつも通りでいいですが、検索範囲のうち時刻は5時から23時にしてください。なぜかというとトルネロスとボルトロスの出現する位置は時刻によって大まかに変化するのですが、深夜だとさざ波タウン周辺の道路に出現します。2体のレベルが40に対してさざ波周辺の野生はレベル50前後。スプレーを使ったエンカウントができないので極力避けるべきです。さらに日付によって絞る要素があるので今回は一つ見つけたら検索終了のチェックを外してください。日付によって絞る要素、それは天気です。雨が降っている時はその描画のために高速で乱数が消費されます。2匹の姿が見えた後に降らせる豪雨に関しては回避しようがないので諦めますが、マップの切り替え直後に降っている可能性のある、自然発生の雨は日付によって降るか降らないかが固定されています。これには季節が大きく関係するのでまずそれについておさらいしましょう。ブラックホワイトが発売された9月は春、これを起点として1ヶ月に1回季節が変わります。つまりは上の表のように4で割った余りを見ればいいです。というわけで各季節の雨が降るので選んではいけない日付、まずは春と秋、16日分は雨が降るので大体半々です。続いては夏、4日間だけなので情報が不足していた時代には夏を選べと言われていたようです。最後に冬、と行きたいですがこれだけは月ごとに細かく変わります。まずは4月、雪とあられが区別されていますがどちらにしろ消費があるので避けましょう。次に8月、冬は約20日分くらいはアウトということになっています。最後に12月、22日アウトとさらに一回り多いです。というわけでこれらの日付を除いた候補からさらに起動秒数などがお好みなものを選びましょう。初期シード確認画面を起動しておきつつゲーム内の準備へ。まず絶対に必要なのがマスターボール。最終的に別のボールで捕まえる場合でもこれがないと面倒すぎて逃げ出したくなるはずです。次にレベル40以下のポケモン。先ほど言ったスプレーでのエンカウントのためですね。マスターボール以外で捕まえるなら捕獲要員。クイックボール以外で狙うなら黒い眼差しを持っているのが好ましいです。さらに出現地近くまで向かうための空を飛ぶ要員。それに加え、持っているならペラップ2体を手持ちに入れた方が精神的に楽です。ペラップのおしゃべりで録音した鳴き声は毎回微妙に音程が異なるのですが、これの生成のために乱数を使用、つまりレポートの針の代替手段となります。普段の5回ほどとは違い、今回は運が悪ければ30回以上乱数消費が必要になるので、ステータス画面を見るだけでいいペラップが好まれます。ただしブラックホワイト単体では出現せず、ブラック2ホワイト2では面倒な隠し穴での出現、実質的に第4世代からの輸送が必要と面倒なのであくまでも任意です。ペラップを使う方はおしゃべりで適当に何か録音しましょう。無音だとわかりづらいのでマイクに息を吹きかけるなどを推奨します。一応綺麗な音を録音し、その工程で乱数の位置を特定するということもできますが、これは上級者向けのテクニックと言えるので今回は解説を省きます。ペラップを実際に使うタイミングについては後ほど詳しく解説します。それでは全体の話に戻ります。手持ちを用意できたら確認用に空きを作りましょう。準備ができたら適当な屋内でレポートをしてください。選んだ初期シードと同じ日付で起動し、屋外に出て季節変更表示を出しましょう。イベント中に NPC が動く時間を極力減らすためです。屋外に出たら7番道路のイベント小屋へと移動してください。おばあさんの話を聞き終えて自由に行動できる状態になったら、手持ちの戦闘をスプレー要員にして、まだスプレーは使わずにドア前でレポートしましょう。ここからがいよいよ本番です。いつものタイマーゼロ確認で針を見る作業を行い、心の準備が整ったら小屋から出ます。イベントでテキストがいろいろ出ますがとにかく最速で連打してください。そうしないと消費がブレて任意ボールで捕まえるときに痛い目を見ます。動ける状態になったら各時間帯に適した町へ飛び、ゲートと道路をひたすら往復し雨が降るのを待ちます。ゲートがない場所だと雨が降り始めるのにしばらく時間がかかり面倒です。雨が降ったらスプレーを使いエンカウントしましょう。エンカウントしたらマスターボールを投げて捕獲し、ステータスを確認。性格は完全にランダムとなっていますが、とりあえず個体値が合っているかを確認。違うなら128歩ごとに発生する夏季消費が発生している可能性があるので、リセットして小屋の中で15歩ほど歩いてからドア前でレポート。もう一度調整を行い個体値が合っているかを確認します。個体値が合っていた場合、ここから行う作業は、タイマーゼロ確認後に追加消費を行いマスターボールで捕まえて性格を確認。目当ての性格が出るまで追加消費を一つずつ増やすというものになります。
ハイカイランスではシンクロが効かないので不可抗力です。タイマーゼロ確認を、確認用の回数とはさらに追加で1回レポートを書く。この追加分のレポートをペラップのステータス確認で代替可能というわけです。マスターボールで捕まえて生活確認、違うなら次は追加レポートを2回。ペラップを隣り合わせにすると上下入力だけで消費できるので2体が好ましいわけです。追加レポート回数を増やし続け、今回は11回目で臆病が出ました。マスターボールでいい場合はここで終了です。お疲れ様でした。ボールを変えたい場合、再現性があるか調べるために、同じ追加レポート回数で何回か挑戦してみましょう。そこそこの確率で狙いの性格が出るなら本番の捕獲へと移ります。一度出た目当ての性格が出ないという場合はまぐれだったと割り切り、追加消費を増やす作業に戻りましょう。ボール狙いの捕獲作業では捕獲要因がレベル40以上になると思うので、最初にまだスプレーを使わないべきだと言ったわけです。任意のボールで捕獲し無事個体値も性格も合っていた場合ようやく終了です。お疲れ様でした。というわけで今回の動画は以上になります。次回はブラック2ホワイト2の固定シンボルについて、基本的にはブラックホワイト1とほぼ変わらないのですが、タイマーゼロの仕様が少し違い、実質的に運ゲーになっているのと、シンボルの周りに不正 NPC がいる例が増えます。この動画が役に立ったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。